雪の上を歩く大きなイノシシ。体長は 1.5 メートルほどはあるでしょうか。威嚇しているのか何度か振り返ります。この場所は小谷村の白馬乗鞍温泉スキー場。従業員らがイノシシを追い払っている様子です。今日正午過ぎ、イノシシと人がぶつかって怪我をしているとスキー場の関係者から消防に通報がありました。スキー場などによりますと、ゲレンデでスノーボードをしていた20代の女性客にイノシシが突進し衝突。女性は頭と足に怪我をしました。また追い払おうとした30代の男性従業員も足を噛まれ怪我をしました。2人は病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。林の中から、イノシシが飛び出してくる形でね、それで滑走中のお客様に衝突と。見た感じで1メーター50センチぐらいの大きさだったんで、かなり大きかった方だとは思います。イノシシはその後、駆けつけた猟友会員が駆除しました。スキー場によりますと、ゲレンデで目撃されるのは珍しいということです。ただ山に囲まれ、今後も出没する可能性があるとして、スキー場は利用者への注意の呼びかけを強化するとしています。